いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は、スプリンクラーヘッド、まあこれもあらかじめもう熱を与えて、ヘッド弾けさせてるんですけれど、まあ開放してるんですけどね、これを使ってですね、放水のイメージ、まあこの前ちょっとペットボトル使ってしたんですけれども、ちょっと考えてですね、今回はその訓練用の、まあ、水消火器を使って、まあ、こちらの方が放水イメージが湧きやすいと思うんで、こちらを使ってですね、散水について、説明していきます。まあこれがスプリンクラーヘッドなんですけどね、まあ、ヘッドはこういう状態で閉じてて、まあ、密閉状態なんですけどね、熱を受けると、ヘッドが開放弾けて、デフレクターが下がってですね、散水分布される。まあここ見てもらったら分かるんですけど、これが開放された状態ですね。これで訓練用の、熱消火器を使って、散水についてですね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、ちょっと、まあ消火器の使い方も兼ねて、まあ、ホースが結構硬い時あるんで、まあ、ホースをフリーにしてですね、安全線ピンを抜いてで、ノズルを握って上下レバーを押すんですけど、ちょっとですね、この先っぽに、このヘッドが開放したスプリンクラーまあ、ヘッドですね、これをつけてみます。そしたらですね、これでちょっと散水してみます。でいきます。はい、こういったイメージでですね、このデフレクターから、散水されて、スプリンクラーの水がですね、出て、まあ、通常の本格的なスプリンクラーであれば、火災を、完全に抑え込むというか、鎮火して、特定して水道連結型のスプリンクラーであれば、消防隊が駆けつけるまでのですね、時間稼ぎで火力を弱めると、そういった効果があります。簡単でした。今日は、ヘッドの開放および、それに基づくですね、散水分布について、ご説明いたしました。